すごい。でももうちょっとちょっと下がってくれよ。お前ちょっと下がりすぎ。あ、下がりすぎじゃないか。下がって。あんま前来るとね、スピーカーがね、ちょっと前に来すぎちゃってね。スピーカーがちょっと前に来すぎた顔みたいな。ボタン君だって機嫌悪いなってみたいな。お前ら暴れすぎたら、お前来年からディナーショーだよ、もう。その方が楽かな。いや本当にね、クリスマスイブ最高。つまんない彼氏を言ったってしょうがないよ。気ばっかり使っちゃってね。ね、小樽君。使うの？使うじゃん。じゃあ好きじゃないんだよ、あんまり。付き合いなんだ。付き合いでさ、まあ、しょうがないなーなんて。今年はこいつとかみたいな感じでさ。でも彼氏は張り切ってなんかさ。あ、彼氏は張り切ってんだ。張り切ってんだ。よくないね。もうコンビニでバイトしたお金をさ、貯めてさ。今日は表参道ヒルズあたりのさ、どこかカフェともレストランとも言えないようなところに入ってさ、食べ慣れないようなものを注文してさ。そっか、今、ね、そういうことやるのみんな。いや、ないんだよな、これな。俺バブル、バブルだ。バブルっていうか、バブルの時も1年先の、ね、クリスマスホテルみんな満席だもん。満室、民宿じゃないよ。民宿も満室だ。え、民宿満室なの？民宿派もいるんだから。民宿派っていうのがいるんだ。え、民宿だからもうどこもないから民宿に行くんだ。彼女に悪いっつって悪いっつってた。今日はここなんだっつって船盛りとね。まあ船盛りとくすまの向こうにもカップルいんの？いますよ、違った刺激があるね、それは。いいでしょ。いいよ。そんなにトリッキーな時代だった、ね、トリッキーな時代だった。どうなんだろう、その頃のロックバンドってライブやってたのかね。俺らやってたか、その頃やってたんですよ。やってた、確かにやってた。同じようなこと言ってた。クリスマスもやったし、大晦日もやったよ。やったな。中村さん、これちょっといや危ないね、危ないね、これね。一弟子突然業務連絡。わけわかんないでしょ、もうみんな。いい、俺も30年付き合ってようやく分かったんですよ、ね、ご飯食べに行けない、まだくちゃくちゃしてる間にね、俺半分も食べてないので会計してるしね。せっかちなんですよ、本当に。それここは名物なんだよ、うまいんだよって。名古屋でなんだっけ、ショトン、あ、ヤバトン、ヤバトン、ヤバトン、すいません、ヤバトン連れていかれるから分かんないね、俺は。ヤバトンもキャベツも金取るようになったらダメだから、そこ。だってキャベツ金取るようになったんだよ。あの味噌カツの丼食べてさ、キャベツも食いてないって別料金な。こういうとこからね、ダメになってくる。こういうことでね、ちょっと儲けようと思うとね、バンドもじわじわ前売りとか上げてくるバンドだろ。俺はじわじわ下げたからね。一気になってね、下げちゃうよ、もう。そうそう、まあもう結構下げましたよ。なんかほら、田舎のスーパーとかでそういうの平気でやるやついるじゃん、価格破壊みたいなことさ。ああ、あれはだって裏があるんでしょ。小田君、そういえばアンチ特売の人に言ってる。似てねえよ。似てないってまで言ったじゃん、自分で。俺が結構似てんじゃんっつったら、似てないよっつったじゃん。似てない、確かに。でも髪型がちょっと似てる気がしちゃって。あれ秀樹似てない？似てるね。秀樹知らないと思うけど、仙台のね、秀樹似てるよね。そうそうそう、仙台の秀樹だ、西条秀樹じゃないよ。俺と小樽君とキューちゃんしか知らないよ。秀樹って昔なんだっけ、あれ、キューちゃんのさんさ、うん、私見えけあーってなったっけ。何それ。いや、いや、まま綺麗でしー、覚えてないの。何それ。一番受けてたじゃん。大危なくない、大丈夫。違う、ほんとよ。あのね、何、まずシチュエーション地図どこ。ごめん、余計なこと言った。まあちょっと、ちょっと長くなるけどさ、うん、あったでしょ。違う、あったでしょ、これ覚えてないの、本当に。忙しいよ、ところ。あの、ある日、まあ、仙台に僕ら行ったんですよ。逆だと思う。あの、小林秀樹がね、うん、秀樹が車に乗ったっけ、ずっとじわ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 同じものをループでかけてたんですよ。そしたら俺らそれに、ある人ある瞬間に、あ、これ同じものがずっとかかってるって気がついた。気がついたよ。秀樹も狙ってかけてるわけですよ。なるほどね。気づかせる。もう気づいたら最後おかしくておかしくてさ、うん、その時一番笑ったのが Q ちゃんだよ。
何を考えたの？要するにね、あの海外からあの宮城県にこう嫁いだ奥さんがね、ああ外国人の奥さんが農家でこうやってるんですよ、うん、で宮城県についてどう思うかと、あ宮城県についてどう思うかと、そのちょっとあんまり日本語上手じゃない奥さんに、そうそうそう、外国人の奥さん聞いた、はい、山は綺麗だし海も綺麗だし私宮城県あー大好きって言ったの覚えてないの？ひどいね、思い出した思い出した思い出した、最初最初の言葉が分かんなかった、ある瞬間に気づいたんだよね山綺麗だし海も綺麗だし私宮城県あー、宮城県いい話聞けたな、やっぱりあの外国の方がそうやって日本語ね、うん、偉いよね、いや、まあ、これちょっと僕ちょっと思い出しちゃったらこれはもう1986年の話ですよ、ね、あの時テレビを見てたんですね、でやっぱり田舎の方の農家に嫁いだ海外の、うん、外国人のカップルのいい、うん、お嫁さん、あのお嫁さんにね、はいはい、が妊娠してるんですよ、妊娠してる、カップがいい上に妊娠してる、うん、ダブルだね、お嫁さんどうですか赤ちゃん、うん、って言ったら、うん、お尻が痛いんじゃないかと不安でーっつったのよ。めちゃくちゃ面白いのやっぱお前本当に。お願いだからもうソロアルバムとか出さないでくれるよ。もう失いたくないんだよ。失いたくない。今日なんかさ、うん、クリスマスで俺を乗せてるんだよ。なるほど。イブがね。イブっちゃった。イブでしょ。うん、明日やばいねこれ、まあ、明日はやばいけど明日は燃え尽きてるねこれ、行こう、 OK 行こう、久しぶりの2デーズだね、ね、ありがとう。まあ今年もよく働きましたよ本当ね、忙しかったね、後悔してない僕ですか、昨日のライブだったでしょ、昨日ライブだったね、さっきまで リハの時になんかね、うん、急にドッときたの、でその後ちょっと30分ぐらい寝てたからこのまま治りました、2回ぐらいこうやっていい、息してなかった、危ない瞬間があった、よく言われる、でもジェフが入ってくれました、本当によろしくお願いします、ね、もうあっという間に2014年も終わっちゃって2015年来て、でまたこれ同じことやんのかな、渡辺君ね、私も来年も頑張ろう、うん、ラッパ飲みってジュリー頑張ろう自分に言ってるでしょ、いやみんなに言ってるマウス頑張ろう、まあ、インフルエンザすごい流行ってるらしいよ、知ってる楽屋でずっとマスクしてる小太郎君みたいな、だいたいさクレディもらうんだよこの辺で、加藤君さ寝る時とかマスクしてるどうしてるよ最近ずっと、もうツアーもいつかで引くか分かんないからさ、朝起きた時外れてるよねいや外れてる場合もさ1時間ぐらいで撮れてるよ、ね、自分で撮っちゃってんじゃないの、多分 0.5 秒で撮ってると思うねあのなんかこういうさ湿ったさ、なんていうの、あー入れるやつ、あれ入れるやつ相当気持ちいい、あれいいね、形が綺麗、形がちょっとなんかロボットみたいな形はねちょっとレゴっぽいね、そう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 、うん、でも風に関してはキューちゃんなんて、ね、呼吸法まではみ出してるからねキューちゃんはね
鼻から呼吸してるの。そうでしかもね、舌をね、ベロをね、うん、どっかにつけてね、菌をね、送り込まないようにして、こっちには絶対に入れないっていうね、すごい呼吸法だよ、なんか、鼻呼吸の仕方っていうのがあったんで、うん、それを見た話をみんなにした。あ、なるほど、うん、取り入れてるの。取り入れてるよ。なるべく鼻呼吸で、特に人混みのところはね、取り入れた方がいいよ。あ、蓄膿だからダメ。そうなんだよ。苦しくなっちゃうんだよ。死んじゃうね。死んじゃうんだよ。死んじゃうね、それ。でも調子がいい時でも慣れてないからさ、ダメね。なんか俺さ、やっぱりさ、で小太君なんか俺なんか鼻とかから空気抜けてるみたいな。どっから空気が抜けてる？鼻。どういうこと？だからハーモニカのソロとか吹いてる時に。もっといけるはずなのに空気がなくなるんですよ。だってリーダーのハモリが聞いてるとブレスないもん。ブレスもないんだけど、うん、でももっといけるはずなの。でこの前リハの時に、うん、鼻つまで吹いてみたの。もっと全然吹けるんだよ。そうだからやっぱり抜けちゃって。でも歌はね、声量あるのにね。なんで？あ、なんか穴だからこう壁がうまくできないんだよ、キューちゃんみたいに。壁、うん、鼻呼吸におけるところ鼻並びとか関係あるんだよ、多分。え？鼻並びとか鼻並び関係あるんだよ、吹いてんだもん。だって関係ある、口笛吹けなくなるでしょ、あの鼻並び。俺、これ八重歯がさ、だんだん削れてきちゃったね。あ、年取って。これ八重歯尖ってる頃はさ、もう口笛ビシバシだったけど、もう今は全然吹けない。そうなんだよ、うん、俺昔巨人のオロナミンCのテーマソングとかそういうの。オロナミンCのテーマソング口笛で吹けたの？口笛だったじゃん、あれ。CM が。CM だよ。だから今も吹けないのね。だからタン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 ってあるんだよ。タタ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 タ。ここは普通の曲じゃない。最後に締めがあるんだよ。タタ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 そうなんだ。今日やっぱ関係あるんだね。大いに関係ありますよ。まあいいけどね、別に。いや絶対なんか抜けてる俺。いいじゃん、抜ければ。ハーモニカいいじゃん。ハーモニカ楽しいよ、ちっちゃいけど。あれなくなっちゃった俺。何が？俺ここにハーモニカ入れてたよ、いつも。いつの話してえ、ロバートになる前にお兄さん何年やってなかったのスーさんと俺でカビが生えてたの捨てました。カビが生えてたんで。あ、そう。最初白いのが次緑色が生えてたんで捨てましたよ。本当に恐ろしい男だね、いつまでもあると思うな、親とハーモニカって言ってもじゃあそんなねハーモニカを大事にしてた男に歌ってもらおうかハーモニカね、ハーモニカ、ハーモニカ どうもいやー、お見事だ。いやーね、クラブ Q 楽屋からお送りしてますが、はいはい、今日はね、2日目の今リハーサル終わったところなんですけど、はい、はい、そうです。まあこれからライブっていうのが信じられないこの元気のなさ、うん、だからやっぱりもうさしかもいつもだったらライブ後に撮ってるんですけど、うん、今日はもう見越して ね、ライブはもう燃えかすになってるだろうということで、燃えかす&ね、うん、このバタバタでね、うん、1時間ぐらいで撮れないからね。そう、またさ冷えちゃうんだよね。そうなのよ。だって俺さ初めてだよ、うん、ライブさずっとやってるけどさ、うん、リハーサル後にさ、うん、セブンイレブンのおでん食ってんのだって寒くってしょうがないんだよ。昔すればあれだね、久原和之もさ、うん、あれ金沢だったかどこだったかな、寒い方でさ対話した時にさ本番前におでん食ってたよ。やっぱ芯から温まるのはおでんだね。でもやっぱそうなんだよ、この間すげえ寒い日俺さついついおでんの店に入っちゃったもんね。わかる、うん、やっぱこう助けてくれる感じするんだよね。胃から来るんだよやっぱりさ、うん、温まる。
だから雪山にあったら繁盛するよねこれ、うん、あのね湯豆腐とかね、うん、ラーメンもいいと思うじゃん、うん、もちろんいいよ、うん、でもやっぱおでんだね。おでんだな。おでん、うん、やっぱラーメンとかじゃないな。そうなんだよ、ラーメン食べてあったまろみたいな感じしないもんね。しかもね大根ね。あ、大根なんだ。大根あったまるよこれ。あ、確かにやばいよ。熱燗より上だね大根の方が。熱燗の上なんだ。上だね。随分ホットなやつだね。原子力だねもう。原子力だよもう。もう火鉢だよ。いや火鉢なんだ。いや素晴らしい。はい。まあそれぐらいね、まだリハ終わって本番前なんで元気あるね今はね。まあでもねやっぱ人前に出ないとね、まあ、もうギター弾く気しないね。くたびれて。くたびれて。人前出るとやっぱこう頑張れるんだよね。仕事だから。仕事だし、こうね、わーって言うとさ、こっちも、おお、待ったのかみたいな感じになるじゃん。確かに。じゃあさ、こう、年末年始、すごい忙しくさ、配達とかしてるさ、うん、ね、うん、宅配のさ、お兄さんじゃない、おじさんみたいな人もいるじゃん。うん、あれ、お家帰ってからすっげえ疲れてんだろうな。疲れてるし、うん、なん宅配便の人もなんか、カーブ曲がるときにさ、うん、最短距離曲がってるよね。なんかこう一番自分を疲れさせないね。そうそうそう。一番よく知ってるよね。まあ、みんな頑張ってんだと思うもん。宅配の後ろをやっぱじゃあついて歩くのが一番エネルギー使うね。間違いないね。やっぱ地域密着だから。なるほど。うん、地域密着。地元の俺も絡まないよ。道もよく知ってんだな。そう、すごいよ。まあね。はい。ツーデーズライブってことで。まあ MC でも聞いてください。そう聞いてください。どうも。じゃあのまあケツはね、うん、だいたいいつもライブのまま終わっちゃうんだよね。そうだね。決め台詞は今今年最後の決め台詞。今年最後だ。Do the download。Do the download。昨日の話は面白かったね。ね、あの小樽君 の仙台の外国から嫁いできたね、あのお嫁さんの片言の日本語どうしただろう、うん、昨日寝る間際に思い出しちゃった。寝る間際に反省してある。そう、ね、ああいう時ステージってこと忘れちゃってるのね。なんで降ってきたんだろうな。あの分かんないんだよな。いやしかしね、俺も年取ったなと思って。寒さが応えてさ、初めてこうライブの前に楽屋でセブンイレブンのおでん食べたの。俺見逃せなかったけどさ、うん、あのウインナーツヤ悪かったね。ツヤ悪い。あれもう昨日の残りだね。何言ってくんないの。それ孝太郎そういうこと言ってくんないよな。いやだって噛んじゃったからもう。だって普通さ噛んだらさ、うん、あれシャベスみたいなんだからさ、うん、パキッて聞こえなさんで俺の距離だった。ポキッと。ふりも聞こえなかったもん。ぬるぬるぬる。もうあれパサパサだったでしょ。パサパサ全部抜けちゃってるよ旨味が。そうなんだ。じゃあ俺何食べたんだろうね。手がらし食ったって。いやそしたら孝太郎もなんで大根食べないのって言ってね。大根は温めるからね。そうそうそう、大根こそこう芯から温めるらしいんだよ体を。胃袋から温めてくれるから。そうそうそう。でもそういう時やっぱ俺気にしてんだね。なんか売れるための準備っていうかさ。どういうことだ。ただこんにゃくとか白滝とかしか食べてないんだよ、ね、そんな自分がいたの。それどういうことなの。そう、孝太郎さんの横に立っても、あ、ノーカロリー。ノーカロリー。嘘だって、ウインナーまさに。あとね俺ねちょっとこれはね、あの後でこっそり命令で言おうと思ったんだけど、うん、命令でこっそり言うこと、なんでみんなに言うんだ。バレるじゃねえかよ。卵食いすぎだよ。本番前におでんの1個と味付け卵2個食って合計3個食ってた。ちょっと聞いて俺もねどうかしてた。まずね孝太郎君サラダ買ったでしょ。サラダに卵ついてるっていう頭が、まあ、そこにもあったよね。だからそれからでもね、それであの1つのパックが1個だと思ってた。卵がね、うん、そんなわけないよ。ね、孝太君だってそれ残したって食べてくれないでしょ。卵はだってさ、あと酒飲む時に食うんだからさ、取ってやるんだ、ね、あのこんにゃくとかね、うん、僕もなんかね、うん、同じメンバーとして嬉しいけど、うん、こんにゃく食わせていいから、あのサラダドレッシングかけすぎたと思って。
まあそこまでさ、ちょっと見てるんだったらその場でいつも言うけど注意してよ。いやだからこれからノンオイルドレッシングをねプレゼントしようかなと。でも嫌なんでしょ、オイルがない。ちょっとなんかこうこの辺のなんかつパサパサになりそうな気がしてすごい嫌なんで、なんだどっちなんだって感じだよね。でもね、売れる準備をしてるんですよ。手の届かないところ行っちゃうよ。だってシーチキンのコマーシャルにもう ブラフマンが出てんだから、まああれ以上行かなきゃダメでしょ俺としても。いや別にその CM 出なくたっていいと思う。むしろ出たいんだよね。出たシーチキン出なかったの。シーチキン出たかった。コウタロウ君が悪いんだよそれ。だってなんで。だってコウタロウ君が昔タバコのコマーシャルのオファーが来たのに断っちゃったじゃん。そうだね。それ中川君が出たんだよ。マジか。ソウルフラワーの無駄に全部違うじゃないの俺と。だって孝太郎君が断っちゃったから後派、うん、なやつがいないっつって、あれ出てりゃね俺たちねもうちょっと2ステージ上がってて。でもソウルフラワー上がってないよ。上がってない。いやそれを言ってほしかったんだよね。つまりそういうことで。よしロックンロールに戻ろう。じゃあお教えてくれよ地球の歩き方。 OK。 Thank you. ありがとう。俺言っとくけど、これで黒目が大きくなるコンタクト入れたら完璧だよ。後ろから言っちゃった。まあでもほら来年から俺黒目も大きくなるし、そういういち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 セリフがさキュンとくるよなさ。そういうライブになっちゃう。だってね、あのライブっていうのはね、こうほら東京なら東京、まあ、関東イベンターがヴィンテージロックいるじゃないですか。でまあ関西なら関西いるわけですよね。で沖縄のイベンターの比嘉さんっていう女性がね、これもゼップダイバーシティを、まあ、2階から見てて、俺が20代に見えたっつって。このパーカーで寂しいよそれ20代に見えてたら。しかもてか言ってる人がね、このパーカー来た時にすね、あのほらローゼスのイアン・ブラウンがデビューした時ともう被って被って泣いちゃったっていうの。それで黒目大きくなったら完璧でしょ。いやだって言ってる人が我々と同世代なんで20代の子が言ったならねあれだけど、うん、要するに20代の頃思い出しただけでしょ。そういうことなんだよな。おかしいでしょ。おかしいよね。今気がついた、いい気になってたのに。俺やだよ20代に見えたら。確かにそうだよな。3つ4つ若く見られるのはいいよ。そうだね。それはちょっと気が利いてると思うけどさ、7個以上若く見られるんだよ。30分以上だよ。おかしいか。ちょっと問題だよね。いくらコンビニの店員だってぶっ取るけどね。お前ちょっといいよ。あと黒目大きいってのもね。若い女の子が言うんだったらいいけどね。でもみんななんか黒目大きいよね最近。やっぱバンビだからだろ。どういうこと？知らない。バンビがでかいから知らない黒目。またバンビって古いよね。バンビ？バンビは永遠だよ。永遠なの？バンビったらバンビだもん。バンビったらバンビだけど。バンビっつったらね。うん、もうこれはね悪いけどもう音楽で言ったらジミヘイジョーとか存在だよ。そんなスタンダードなの？当たり前の話だよ。忘れない。地味変なんだバンビは。地味変って言っちゃうことじゃない。バンビに悪い。バンビに悪い。バンビ推しだね。もうクラシックだよね。そうクラシックだね。バッハだね。もうバッハ。バッハ、うん、わかんないけどさ。まあ、そんなにはバッハぐらいで。バッハぐらい。バッハだよ。ハイドンかバッハか。
でもディズニーのキャラクターだよね、バンビって。そうなの。よくわかんない、よくわかんない。バンビだからね、ディズニーとはどうでもいい。ディズニー関係ないもん。バンビだから。俺はプーさんだね。はプーさん。プーさん、イギリス。弱い弱い、イギリス。俺の中でキンクスだよ、あいつは。イギリス、プーさん。下半身丸出しだよ。プーね、チョッキは着てんのに。確かに、それそこは認める。ベストは着てんだよ。丸出しで丸腰で、つまり頭隠して尻隠さずってやつだよ。アンディは四つ足だよ。四つ足だよ。どういう比較なの。肛門丸見えない。肛門丸見えだ。丸見えない。やーべ、バンビの方がある意味男らしい。ちょうど詳しい。そうそう、バンビって男。いや、女だよ。女。いや、男でしょ。男でしょ。男。そうそうそう、男だよ。とんでもねえやつだな、肛門丸見えだよ。バンビ、バンビ、バンビかっこいい。バンビ最高やね。すごいね、昨日はハーモニカのね深い話をして、今日はバンビ。いや、深くはないでしょ、昨日ね。そうか、バンビタイムでしたね。バンビタイム。じゃあまだ言ってる。まだ何か言ってる。やっぱプーさんだよな。今チャゲアスでバンビの変わったってやるやつ。バンビなんだ。おやじがバンビでしょ。バンビだけど本当はね。でもほらね、いろ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 あったし。今いろいろあったじゃん。バンビの変わった。そうそう、バンビの頂上。池袋交差点24時。